県民の皆様お一人お一人がウイルスをまず県内に持ち込まない、そして、自らが感染源となって感染を広げない、そうした強い意識を持って行動をしていただく。村岡知事は国の方針の改正に基づき、県内でも繁華街の接客を伴う飲食店などへの外出を自粛するよう強く促しました。合わせてこれ以上県内での感染を広めないため、すべての都道府県との不要不急の行き来を自粛するよう要請しました。今やるべきなのは、外から入ってくるの入ってこないようにできるだけしていく、帰省とかですね、あるいはその宿泊を伴う、出張とか県外の移動っていうのは、これはもう極力ですね控えていただきたい、今は我慢をしていただきたいと思います。県外から戻った人には2週間は自宅で過ごし、家族とも距離を取るよう呼びかけています。